いい加減うんざりだ。協力を拒めば俺はお前を殺すしかない。もちろんどっちにしても殺すな。だが痛みは感じずに死ねる。じゃなきゃゆっくりと苦痛を感じて死ななきゃならないぞ。さあ最後にもう一度聞く。誰の手先だ？エイデン。どこ？一つ一人いない。本当にここか？座標の真上のはずだぜ。嵐がひどくなってる。これからどうする？ジョディ、エイデンにシェルターを探すように言ってくれ。聞こえた、エイデン。オーケー、行くぞ。情報屋に騙された、そういうことだろう。投資隊になっちまう前にこんなとことっとと脱出するぞ。3日間も雪を食いながら氷の上を歩いた。無駄にな。クソ、ここに送り込んだ奴を見つけ出してやる。おい、お前らの愚痴にはもううんざりだ。いい加減黙ったらどうなんだ。ねえ、凍えそうなの。喧嘩するのはいいけど火を焚いてからにして。そうだ、嵐が去るまでここでキャンプをしよう。 HQ に連絡して指示は仰ぐ。畜生、濡れてやがる。俺がやる。くそ、全部ずぶ濡れだ。代わりのものを見つけなきゃ全員朝まで持たないぞ。繋がったの？いや、この嵐じゃ難しい。まだ怒ってるんだろう。なあ、君の気持ちは変わらないだろうけど、後悔してるんだ。怒ってる。私の気持ちは変わらない。外に行ってくる。トイレに行きたくて。遠くに行くなよ。マイナス40度だよ。観光するわけじゃないんだから。
らが見たの。どこで？表の通り、装甲車のコンボイが真横を通っていった。見られたのか？いえ、見られてないはず。行くぞ。あとを追うぞ。エイディ、中を見てきて。カジルスタン兵、何か積み込んでる。潜水艦に。潜水艦？それじゃあ叫ぬわ。海の中、つまり海底基地があって、潜水艦で補給品を運んでるってこと。兵は何人？三人見える。エイデンに始末させろ。エイデン、あれ始末して。で、どうするんだ？今考えてる。待ってくれ。潜水艇は CIA のシミュレーターで操縦した。これ使えないかな？ああ、潜水艇じゃ気づかれるわけないしな。ちゃんとしたプランをくれ。自殺行為じゃなくな。おい、一体何してるんだ？解決策を考えてるの。いいアイデアだが、それじゃすぐにバレるぞ。まあ、そうかもね。だけど、裂け目が一人でに閉まるわけじゃないでしょ。オッケー。遠くならバレないかもな、それで。潜水艇で基地に向かう。まずはそこから。俺も行く。おい、二人乗りだ。ここで脱出する道を探せ。戻ってきたら急いで脱出することになる。おい、今のは命令だ。爆弾をくれ。
俺たちは生きて戻れないかもしれない。だね。それは最初から分かってた。先行しろ。そう遠くないはずだ。驚いたよ。こんなに忍耐強いとはな。それとも仲間を痛めつける方が効き目があるか。ごく簡単な質問だ。お前の名前と所属先とどうやって基地の存在を知ったか答えろ。もちろん、あの抑制フィールドを超えると何が起こるのかもね。何も言うな、いいな。何度でも、何度でも同じことを質問する。お前が答えるまでな。名前を言え。ほら、痛そうだ。質問に答えさえすればお前の仲間は苦しまなくて済む。さあどうする。どうすれば口を割るんだ。それじゃあこれでもお前は黙ってられるかな。こんなのは無駄なことだ。答えさえすればこの悪夢も終わる。答えろ。頼む。意味もなく苦しむのは見たくない。长官，和通讯部的通讯已经联络好了。好吧，我马上过来。失礼する。緊急要請だ。この続きは戻ってきてからだ。待ってろよ。